熱戦が続いておりますボートレース琵琶湖ヴィーナスチャンカップシリーズ2日目、レースは終盤戦に入ってまいりまして、迎える第10レース、徳商戦です。コース取りは1、2、3、4、5、6となりそうです。対戦メンバーとコースです。インコースには1号艇静岡の千葉麻也、2コース2号艇福岡の小野聖奈です。3コースに3号艇岡山安井瑞希1、2、3、4コース4号艇山口佐々木宏美、5コース5号艇大阪西村あゆみ、6コースに6号艇東京の渡辺千草です。 A 級が3人、2番の小野、4番佐々木、6番の渡辺、この3社とインの1番の千葉の組み合わせが人気のようです。2番の小野聖奈が昨日前半は1着、その後メインレースが大敗で後輩とも出しまして、そして今日の前半は3着となかなか勝ちきれません。2番の小野聖奈、なんとかここで軌道修正いきたいところでありますが、さあ1番の千葉インコース、そして4番佐々木4カード、大外から6番の渡辺も迫ってくるか。進入コースインコースから1番2番3番ダッシュ4番5番6番です。第10レース徳商戦1秒前スタートしました。1番2番千葉と、そして小野はまずは内でいいスタートを放っています。一周の内マークへインコロスキル1番、外やや膨らんだか2番の小野です。そこを攻めた4番も若干振り込んでいる。さらに迫ってきたのが3番の安井です。さあまだ接戦です。3番4番さらにすぐ後ろ6番5番2番1番と続いています。大接戦のトップ争い、まもなく第1ターンマーク、スタートは正常。そこから3番の安井が先頭を取り返した。3番安井が先頭立って、2番手には5番の西村か、3番5番そして6番の渡辺が今3番手、その後は2番の小野と4番の佐々木が4番手並走状態、最後1番の千葉ですが、まだここは2、3番手以降は接戦、逆転も大いにありそうです。先頭は3番の安井瑞希から、その後ろ2番手には5番の西村歩美が2番手、3番手はまだ混戦ですが、そこからまた6番の渡辺しぐさが現在単独の3番手、残る3手内から1番2番4番3人並んでいます。上2手は3番5番そして3番手も6番の渡辺キープか。3番安井そして5番の西村、6番の渡辺が現在3番手、これを追って2番の小野が今ようやく単独の4番手となって前の6番の渡辺を追っています。最終の第1ターンマークです。3番の安井瑞希、琵琶湖初登場でこのシリーズようやく琵琶湖初勝利になるかというところ、そして2番手が5番の5番の西村、3番手は6番の渡辺、上位3艇が3番5番6番最終の第2ターンマークへ向かっています。さあここは後輩等となりそうです。大健闘の3番の安井が先頭で帰ってまいりました。さあそして3番手は6番2番接戦となるのか、先頭3番安井五輪、2番手5番の西村、3番手6番渡辺キープ、2番小野4番手、そして1番千葉、最後4番の佐々木がゴールいたしました。以上波乱後輩等の第10レース徳商戦でした。第10レースの確定をお知らせいたします。1着3番、2着5番、3着6番、以上でございます。